楽しみにさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では今日はですね、必ず持っていく子育ての極意ということで、お話をさせていただきます。で、まあ、子育ての極意なんですけど、最初はちょっと自慢話から。緑化コンクール、教育委員会賞ですね。これ本校の緑化コンクール、熊本市がですね、主催して表彰する部門が4部門、この緑化コンクールと、それから、体力向上優秀、それから、教育論文、それから、優秀教職、この4部門ですね。緑化コンクール、教育委員会賞、体力向上、躍進賞、そして優秀教職員表彰、本校のですね、教育が表彰を受けました。そして教育論文、教育委員会賞ということです。4つの部門の全てで今シーズン本校は表彰してきましたということで、お拍手をお願いします。せーの、いいね。いいね、聞いてますね、この話。聞いてない。はい、拍手の後は、せーの、いいねを表していきたいと思いますので、ぜひご協力ください。ということで、今の西丸中学校はですね、なんと、熊本小中学校の4冠王なんですね。これ、137校、熊本市の小中学校です。公立小中。うちだけです。今シーズン。ですね。で、別にこう表彰されているだけじゃありません。子供たちもちゃんと成長しています。本校の教育目標は、どうぞ、入ってください。はい、はい、どうぞ、どうぞ。じゃあ、来られた方には歓迎の拍手をお願いします。どうぞ。はい、本校の教育目標ですね。あ、いいですか。次は、一生懸命なかっこいいを実践する学校づくり。ということで、この4月は私は本校に赴任しましたけど、この目標を掲げてですね、やってきました。で、その結果っていうかな、そういう子どもたちの姿をちょっと、まあ、子どもたちも成長しています。で、なぜこれを最初に見せたかって言いますね。私が一応学校の経営者なので、皆様方はっていうか家庭の経営者誰なんですか。家庭の経営者、はい、ね、保護者の皆さんということで、私は先ほどのようにですね、この1年間おかげさまでいろんなですね、ありがたいことがたくさん降ってきました。じゃあ、私が気づいたことを皆さんにお伝えすると、皆さんの家庭にもありがたいことがたくさん起きてくるのかな。皆様は家庭の経営者、まあ、お父さんも何人かいらっしゃいますけど、実は、ね、男女平等の世界ですよ。ここではあえて保護者と書きましたけども、本当はお母さんだと思うんですね。なぜか、ちなみにこの中で自分はお父さんのお腹から生まれてきたいらっしゃいますよね。みんなお母さんから生まれてくるんですよね。ということで、やっぱりですね、まあ、後で登場です。私も3歳の孫がいますが、まずはママ、ママなんですよ。一番最初に覚える言葉、ママでしたよね。子供さん、ママさんでした。ということですね。なので、特にお母様方、まあ、お父様方の役割もあるんですけど、まあ、こういうことされたらいいかなと思うことを今日はお話ししています。ということですが、まずはですね、私がここに、今やっていることに気づくまでの道のりをちょっとお話します。まず私は、1987年昭和62年の4月にですね、大学を卒業して、今で宇城市の白根小学校という学校に、小学校の教諭として、赴任しました。で、それから15年小学校で教諭をして、その後ですね、2000年平成14年に、熊本市三和中学校に、体育の教員として赴任をします。で、実はその時ですね、15年間の小学校教員生活時代の教え子が今日受付をしてくれたから入社ですね。ありがとうございます。今でも来てくれます。そして、私がですね、中学校の教員になった2000年前後、平成の10年代ですね、学校の状況はどうだったかというと、校内暴力、それから喫煙、診断機、暴走族と一緒に襲うなどですね、かなりそういうところにおりまして、いわゆる荒れた学校といわれる学校がですね、まだまだたくさんあった時代でした。
私が赴任した佐野中学校も数年前までですね、荒れた学校と言われてた学校だったんですね。でそれからちょっと立ち直ったかなというところで私は赴任をしました。ですので私が中学校に赴任決まったとき、私はなんとここに誓った。それは絶対に中学生にならないといかん、中学生にならないといかんと、バリバリ人とやるんです、バンバン厳しくしてやるということで張り切ってですね、中学校に入ちました。体育の教師、そして部活動はサッカー部を指導してましたので、サッカー部すぐ集めて、勝ちたいか、勝ちたいです、いわゆるスクールウォーズの世界ですね、ご存知ですかね、勝ちたいな、俺についてこいみたいなね、絶対勝つやろと言ってね、中退頑張りました。結果は初戦でルートル学院中学校に10対0で負けました。それから私の打倒ルートル生活が始まるんです。まあそれはちょっと多いと思いますね。そういった気持ちでスタートをし切ったわけですね。それからですね、1年間、私3年生の担任をしました。で2年生の担任をして、その2年目の時、3年生の担任をしながら生徒指導主任として生徒指導担当の教員になるということですね。ちょうどほどなくてですね、某私立中学校から一人の転入生が来るということになりました。女子生徒、名前は宮本かなさん、本名を出していいということで本人と承諾を得ました。大丈夫です。彼女はですね、情報が入ってました。かなりヤバいらしいぞね、校長からちょっと待って、あとちょっと一回情報が気に入っているね、それも私立中学校どうですか。最初は水泳部に頑張ってたんですけど、大山さんがちょっとこの最初のきっかけにどん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 生活が荒れていって、今は有色少年、無色少年と一緒に夜間内科、飲酒、喫煙、もういろんなことがあります。ああそうですか、わかりました。ということで、そしていよいよ本人が投稿してきました。髪の毛は茶髪、このくらいまでか、目は見えません。おお、目はどこあってんの、お前。スカートはですね、我々の学生時代ですね、スカートが長い方はですね、結構やんちゃなんです。だん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 平成になりしちゃって短くなってきます。その頃は短いスカートやんちゃなこの少女このくらいですね。こんにちは。で、いろいろね、楽しみに。どうね。あ？あ？別に。しかいません。で、まあ、とりあえずね、ちょっと髪はね、切った方がいいかな。ちょっと赤いのは、赤い生徒はあんまりいないからね、黒くしてこようか、と言いながら、で、あ、そういえば、前の学校は私立中学校、スリッパだった。上靴やった。じゃあ、うちは上靴だから。上靴は後でお金、お医者の方がもらうと持ってくるね。上靴、やったんです。で、ちょっと先生に別の用事呼ばれたんで、上靴を与えて、で、マジックを与えて、名前書いといてね。で、書いてきました。書いたかな？上靴、黒マジックで大きく、3は上等と書いてますね。そういうことでした。で、翌日から、まあ、とりあえず、お医者の方にも、ぜひお願いします、お願いします。髪は大丈夫ですね、ちょっと短く切ってですね、まあ、若干真っ黒く黒く、スカートも若干伸びたような状態で楽器に聞かせました。しかし耳には毎日ピアスがついて、やっぱりピアスをつけた生徒をそのままですね、教室で一緒に勉強させるのはちょっとっていう指導方針でしたので、カナさん、そのままカナさんとか言いません、今はサンとかカナさんなんだ、安田、ああ、うちは払ったって言って、崩しそして、学校の生活が始まると、宮本先生、宮本先生、カナさんまたピアスつけてます、わかりました、逃げます、どんどん大概生を捕まえて発生で、そうこうしているうちに、まあ、職員の中からもちょっとやっぱあの子、教室が厳しいじゃないですか、他の声の影響もあるし、今日も出てきまして、任務もそれですね、別に調子がいつもいいし、でも人手がそんなにいるわけじゃないですね、職員も余ってないです。で、教室もそんなに余ってるわけじゃない、どうしようかなと思って、事務室の先生がです、
あ、じゃあ事務室で別に勉強させてもいいですよ、言ってくださいました。当時事務室は事務主任主幹の先生が、50代だったと思います。男性の先生がお一人、それから事務補助ということで40代くらいの女性の先生がお一人、主にお二人、他にもいろんな先生を手配するんですよね。そのお二人が引き受けて、菅さんは事務室に行くんですね。やっぱ事務室で一応勉強するというのもよくできますけども、そういう生活をしてますって、まあ教科書開いて問題書開いて、そんなに意欲的に勉強するわけない。で、事務の先生が声をかけてですね、なかなちゃんって、ちょっとあそこの便器壁がちょっと便器剥げておく、一緒に便器の壁にしようか、したら上がるって、じゃあ行ってやってもいいし、みたいな。で、一緒に。で、次の日は、あ、じゃあちょっと花壇の草がだいぶ生えてきたけど、一緒に草取りすわ、上がるってしてやってもいいし、みたいな感じ。そうしているうちに、もうだんだんですね、学校に、制服を着てもらう。最初は体操服着てもらう。体操服着て、学校着て、事務室着て、まあ一応勉強動画みたいな。で、まあそういう作業をして、一日を過ごすという生活が始まりました。まあそうこうしているうちに、3年生、私が担任していたクラスにですね、一人、田辺義也と言ってですね、牛山と。彼もですね、まあ同じような状況で、なかなか素直なことが行動できない。で、じゃあ、うちはもう事務室に行くかっていいって言ったら、じゃあ、毎日事務室に行くかって言ったら、まあ、2人が事務室に通うんですね。で、それから、まあ、そういった生活がずっと続いていく中で、まあ、当時の、宮間香奈さんの担任の先生は、私の前に生徒指導を担当されている先生、今、もう別の中学を校長されています。その方がですね、もうだいぶ香奈もちょっと毎日来ることだったけど、何人か友達が誘いにやろうか。あ、じゃあお願いします。じゃあ給食だけ一緒に食べるみたいな感じ。クラスの方が誘いに来て、給食だけ行ってたという生活をしてたんですね。で、まあ、そうこうしているうちに、ただ留学はもう卒業し、またかなり一人という状況になったときに、だんだんですね、まず体育大会があるんですよ、3年生になってですね。体育大会で、ソーラン武士という女子が踊る、その子の3文字。で、それがですね、センターとなりましたね。AKB48 じゃないですか、センター試験というのがあって、結構そこで踊るっていうのが、その学校の女子生徒の憧れだった。で、それに自分もオーディション受けたいって言ってた。そうか、じゃあただね、あの、よく行きはないけどね、お前真面目にせんかったら、すぐクビになるぞ。そしたらその時の体育教師がしっかりうまくですね、いや、貸してくれました。なんとですね、体育大会ではそのセンターの一員として踊ったんです。そして徐々に教室に行く時間が長くなった。で、少しずつ少しずつ普通の学校生活が戻ってきました。で、彼女が卒業するときには卒業式、校生ね、本校でもありますけども、その校生式として最後ね、みんなでこうお礼の言葉みたいに述べるところでは、一番の流せるバッチリ堂々と述べて、堂々と中学校、そして彼女は高校へ